和牛の和和牛の和牛の,和牛の面白牧場こんばんは吉本の漫才コンビ和牛の川西健次郎です吉本の漫才コンビ和牛の水田真司ですそこちゃんと副賞戦でええよ始まりました「和牛の面白牧場」えー、い漫才コンビって言うとはんとねやっぱり今日はなんで今日に限って 漫才やってるからね最近 <laughs> いやいつもやってるけどね特にまあでも今はねちょっとじゃあお便りも来てるんですけどお何ですか早速ちょっと読ませていただいていいですか,何ですかこちらね、あのー、ラジオネームソルトさんソルトさん和牛さん 1> m 1 3回戦突破おめでとうございますまあまあ優勝するまではおめでとうはまだ置いといて <laughs> いやお前がそののけから漫才コンビをフューチャーするからこれさっきよもう思ったいんや3 <laughs> 回戦いってましたけれども準々決勝、はい、準決勝のチケットも取っておりますえすごい決勝の観覧も応募するつもりです決勝の舞台でお二人が見られますようにソルトさんすごい応援してくださってます今まさにこの m 1グランプリ、はい、今年から復活したんですけどね、はい、2015やっておりまして予選がこの間、えー、昨日か昨日で大阪の3回戦の予選が が終わったということで我々準々決勝に駒を進めさせていただきました、はい、その祝福のメールですね、はい、もう一枚ございますこちらラジオネームおでんちゃんさんはいえー、あちょっと待ってくださいね何すか <laughs> これは僕が呼んだあかんやつやわ<え>先週の放送で覚えてますかボックス分けシステムを導入ああどっちに呼んでほしいかみたいなやつ、ね、えー、川西さん水田さん どっちでもいいですよと指定してくださいでその指定された方じゃない方はそのお便りに一切入ってはいけない口出しするなってやつね読め え水田さんボックスや <laughs> <laughs> まさかの川西 <laughs> 来て <laughs> 俺入れへんから。えー、水田さん、川西さん、こんばんは。川西さんって言ってるな。ねまあ、川西さんに対する水田さんのうんうんという可愛い相づちに癒されながら毎週聞いております。早くも5回目の面白牧場おめでとうございます。そして M1 グランプリ準々決勝進出おめでとうございます。まあまあ、おめでとうは優勝まで置いといてや。えー、ただ、毎週楽しみにしてるリスナーとしては面白牧場と、 1> 1準々決勝が同じ日なのでどうなるかドキドキしながら楽しみにしてます頑張ってくださいあそうか、うん、そうなんですよね一緒なんですよねそうそう大阪の準々決勝と。うん ここだけちょっと入らさせてもらいますね。うんーまあしょうがない入れ、入る。<laughs> かぶってるんですよ。だから来週の放送が準々決勝と。ということでですね、はい、いつもこの面白牧場生放送でお送りしてるんですけれども、はい、来週に関しましては、えー。 収録なるほど収録したものを放送させていただくということになりますなるほどねそうななんですよなのでですね、はい、録音の関係上いつもこうお便りね、はい、この本番直前までいただいておりますけれども、はいえー、締め切りがですね11月2日月曜日。 うん、11月2日月曜日の朝10時までとなるほどさせていただきますはいちょっと午前中なんでねあの早起きして送っていただけたらと思います宛先はいつもと同じです、はい、えー、メールは牛・アット・ KBS ・ドット・京都ファックスは075-431-2300お便りは郵便番号 602-8588KBS 京都ラジオ和牛の面白牧場までということでございます10時って早いですねそうなんですよちょっと収録の関係でね むちゃくちゃ面白いメールやったら、11時まで OK でもいいですか、あ OK 出ました、そうすごい曖いやんか、<laughs> だからそんな感じ、ら11時までいけるんやってなるで、でも、すごい自信あったら送ってきてよ、それは。あなるほど、10時回って送ってくるやつはハードル上がるよってたんね、だから、これでよくっていうやつを、10時以降に送ってきた人には、ちょっと連絡返すかもしれないですよ、スタッフさんが、どういうことですかっつって、<laughs> よくこれで送ってきてた、スタッフさんまで水田みたいなやつちゃうねん。<laughs> お前だけはそんなこと考えんのそうですかそうですよということでちょっと来週に関しましてはこういう形で放送させていただいますわでございますあ始まりますあなた結果いつ知りましたこの結果は今日ここに来る途中に知りましたやっぱ一緒なんねうん僕も電車の中で知ってねうんあのきっかけはねファンの方からはい SNS で「結果見ましたか?」みたいな「いや結果見ましたか?」だけ くんなよと思って <laughs> <laughs> なあ,あそうやなあかんやんそんないやいやいやおそらくいけてるんやん、うん、結果見ましたかって聞くってことはうんそうやなじゃなきゃ遅れへんよ、うん、でもでも万が一あるやんもしその子何も考えてない人やったら、うん、結果見ましたかって落ちてるのに聞いてくる可能性あるやんか、うん、むっちゃドキドキして俺電車の中で、うん、あのサイト開いて、うん で、途中なんか、勝手に Wi-Fi 取るときあるやんか。わ <laughs> かるわかる。で、勝手に Wi-Fi 取ったときに限って、その Wi-Fi の電波が悪かったらすりゃ、今いらんねんっていう。Wi-Fi <う>が邪魔なるときあるやんそ,そうそうそう。うん、バリバリの Wi-Fi やったらええけど、うん、公共の Wi-Fi の時に。とかなって、じゃあなかなかそのサイトにアクセスできなかったんや。そう、すぐ自分の設定のところに持って Wi-Fi を切って、うん、自分だけの 4G にしてやな。うん、見たけど、ほんの通続かなってて、うん、もうむっちゃドキドキしたわ。結果見ましたかだけやから。うん どどえって思ったんやっぱりそう結果見ましたかキラキラとか <laughs> 結果見ましたかやりましたねとか分かりやすかったらさ語尾に顔文字がついてるであったりとかもしくは、うん、そう結果見ましたか私悔しいですこれもまあ分かるやんあ落ちたんやってまあまあまあそれうや、ん、な、うん、結果見ましたかだけうん何のあれもないもう結果見ましたか悔しいだけのやつはもうほんまにドキドキするだけのうんまあでも俺が思うんやけど、うん、その気使ったんちゃうその人 どっちににお前になんてだから本当はもうすごい多分俺らのこと応援してくれてて合格やったってなった瞬間に「おめでとうございます」って多分言いたかってん伝えたかってんだけどお前みたいなもんは「おめでとうございます」ってさっき言っちゃって「どうしましょう」「先に水田さん結果を知る前にこれで結果をしてしまったら怒らはるんちゃうかな」とか考えたんやって。 分かってんやったらほんなん許したってよ分かる分かるその人が応援してくれてるのもそうやって気使って言ってるのも分かるけど、うん、でも一番ないよねそ一番、ま、惑わしてるよ一番一番心配かした俺は <laughs> うんいいやでもその分かんねえやろその気使われてるということに関しては分かったそれは分かった分かったけど、うん、二度と同じことを繰り返させないためにもそれは言うとかんと、うん、それは逆に一番 はらはらラ,ハラ刺してるよっていうほんならその場合は水田さんおめでとうございますでよかったんおめでとうございます結果を知る前にその人ので結果を知っちゃうやんかうんそれはもうしょうがないこういう商売してたらファンの人にそうやって言われることはしょうがないからか何も送らないかよねうん,うん <laughs> 何も送らないかいや圧倒的に何も送らす人増えるよお前一人ぼっちになるよやめておめでとうございます 優勝してももうおめでとうございます言ってもらわれへんのちゃうかみたいなやつはみんなどこお前は一人やそうやって一人になっていくねお前教えてくれていいよみんな教えてなるほどよかったですよねいやそうなん安心しましたようんまだまだでもまだ次が準々決勝ですから準々決勝準決勝と2回勝ってようやく決勝ですからねそうなんですようん1個減らしてくれへんかな今さら無理やろ 決まったんねもういやもう刻みすぎやってまあね,ねまあでもいったん一安心ですねまた次すぐですけどねいやそうですね11月の頭にもうありますからはい、はい、ということでございますけれどもあのー、まだ話せるまだ大丈夫ですよあっまあのー、この間ねうんあのー、これ、まあ、サービスというかね、うん、そのまあ こういう仕事してたら、あの、自分の喋ってる内容とかを、こう言うたら人に聞かれる可能性が全然あるわけやんか。そうですね。あの、そういう時にね、あの、これ言ったら聞かれてるかもしれんなとか、思っちゃうんですけど、まあでも僕それでも基本 UFO なんで、今回も。UFO とかじゃないと。あの、UFO の集団を引っ張っていってるし。ですか。僕ね、UFO の先にいるんで。 今また今日も言わしてもらいますけどね。<laughs> はい、この間ね、アインシュタインの稲ちゃん。稲田君。ね、あの、まあ、知らない人いるかもしれないんで、うん、あんですけど、あの、えっ、ー、とね、むちゃくちゃ顔がね、むちゃくちゃ不細工な子がいるんですけど。うん。 もう、形も色も全ての。<まあ S 2> <laughs> お前、出来の悪い野菜みたいに言うなよ、お前。<laughs> ほんまに出来の悪い野菜よりもえ、えげつない。<laughs> 世界のどこに出しても恥ずかしくないブスな。まあ芸人としてはもう最高に面白い。いや宝よ。宝。うん、吉本の宝ですよ、昔、あのー、 テトウさんが芸人っていうのを知らん知る前に稲ちゃんを見て後とで稲ちゃんが芸人っていうのを知ってよかったな芸人だってっていう泣きそうになったっていうぐらいの面白い秘話もあるんですねあのブースでその稲田君とね僕仲いいんでこの間ね焼き鳥屋行ったんですよでそんなにお腹減ってなかったんですけどそこのメニューはまあ自撮りのメニューと普通の鳥のメニューがあるわけ自撮りのメニューなんかちょっと値段はははんねんけど まあそんなお腹減ってなかったから、そんなにバカ食いするわけじゃないし、どうせなら美味しいもの食べたいから、自撮りのメニューばっか頼んでたのね。で、まあ美味しいな、美味しいなってめっちゃ言うでてて、で、一通り頼んで、自分らが腹いっぱいになる量を。ほんなら、その店の人ね、多分ね、芸人好きなんですよね。若手芸人とかも結構来るみたいで。あ、そうなんや。その人が、その、ネギマと砂釣りをね、サービスを出してくれたんですよ。で、 そのまずネギマ食べた時に、うん、味がせえへんねんタレはたっぷりつけてんのに、うん、鶏の味がせえへんね、うんうたぶんそのまあたぶんっていうか絶対けど地鶏じゃない方の鶏の肉で<ー>しかもその日そんなに肉じゃなかったんやろね、うん、全然美味しくなかったのさっきの地鶏に比べたらじゃし普段食べた焼き鳥と比べてもあこの肉はちょっとあまりにも味なさすぎるやろと思ってあそううんで砂釣りに関しては、うん、臭かったんですよ うん、ちょっと傷んでるんかなっていうぐらいってことそでそれは稲ちゃんも言うてんねん、うん、同じ意見、ね、同じ意見やねん、うん、ほなもう間違いなくこれちょっともうあかんやつやんと、うん、だから多分余り物をね余ったやつを若手<ー>芸人腹減ってるでしょって出してくれてるんやろうけど、うん、そう臭いやつ出したらあかんやんか <laughs> そのゾンビみたいな顔のやつに二個臭いと言われたらやん。<laughs> い,やいや、一番、ね。なんで最後稲ちゃんが傷つかなあかんの、ね、ゾンビみたいなやつが、この二個臭いなんて一番ないセリフやん。<laughs> いや、あの、ゾンビではないから。ゾンビではないけど、うん、俺からそこの下は別に一緒なわけやから。俺から見たらゾンビが言うてるのと一緒やったんやけど。うん、でさ、その、でも残されへんやん。 まあサービスで出してくれてるて本来は残してんやんサービスなんやから、うん、こっちお金出してこれ食いますじゃないか向こうが勝手に出してってるだけなんやから、うん、残してもええけどでも残されへんやんかそんな、うん、優しさで出してくれてるし、うん、芸人のことも好きなんやなと思うから、うんで,ね、でもそれにしたってこれ全部食われへんわってなって、うん、せっかくは味しい地鶏料理で、うん、美味しいなって気分よくなってたのに最後わざわざ臭いの食べて帰りたくないやん まあうん、そこまでのお肉の方が美味しかったわけやもんな楽勝で楽勝でもう全然差があるよああどうしたんで、えー、ズリーに関しては、まあ、5個ついてたのを1個食ってあれおかしいな、うん、もう1個食って確実に臭いってなったから3つは残ってるのねでねぎまに関しても4分の3ぐらい残ってんねんけど、うん、あの大将がちょっと隣の、うん 店になんかこう話しに行った時に、うん、急いでばらして、箸で。うん、で自分のポケットに入ってた、マスクに、うん、<laughs> 包んで <laughs>、うん。<laughs> 置いていかれへんから<ー>、うん。マスクに包ん,で,包んで,で。で。稲ちゃんどうすんのつって。稲ちゃんもまだ半分以上、俺と同じけど、半分の色が残ってんの、どっちも薬するとかも。どうするつって、食べるのいや、僕も食べないです。つって。うん、でど、どうするのそれお。じゃあ、置いていくの稲ちゃんは。つって。うん いや、それは僕も無理です。じゃあ、もうつって、俺のマスク渡して。うん。な、稲ちゃんが、バッとその包んで、店員さん、その大将が帰ってきてんやね。こで、こっち歩いてるときに、うん。稲ちゃんが、収まりませんと。はは稲ちゃんがな、入らない。ばらさずに、うん。串のまんま <laughs>、す、うん、あ、ばらしてないのばらしてない。串のまんまいったんよ。うん。 だから、そう当然、串、なんか、な、長いのに。そうやな。収まり切ろうけない。進めるわけないやんか。うん、帰ってくる大将帰ってくるぞ早せってなった稲ちゃんがもう、その焼き鳥がいっぱい入ったマスクをギュって握って、串だけビューンって抜いて、うん、て <laughs> ブジブジュって汁のついたやつをポケットにグチググて、ジーパンにグチグチグって突っ込んで <laughs> <laughs>、ごちそうさまでしたすごすぐお会計して、稲 <laughs> ちゃん、俺がはお金払ってないで、いけいけっつって。 で、稲ちゃん外でもって、ごちそうさまでしたっつって、その大将見送ってくれて、大将も見えなくなってから、どや稲ちゃんっつったら、ジーパンなんか締めてますって。いや、そら、ジューシーな鶏の油で、ジーパン締めてもうたんや。そう。ただでも、んまあな、優しいっちゃ優しいよな、それって。誰がいや、お前らが。その、サービス残したら気悪いやろなっていう。そう。 そうなんよよ、うん、優しいのよ、うん、こんなん言うてひどいなって思うかもしれないけど、本当はね、優しいんですだから、分こん、リスナーの皆さんのイメージで言うと、マッツとか、うん、そのなんでこんなもん食わされなあかんねん、こう当てつけみたいにこう残していく人ちゃうかという、あ,あななるるほど,なるほど、うん、でもともと料理人やってたとかも、うんうん、もうプラスされてさ、厳しい料理に対して、こんな肉よう出してきたなって、やりそうとか思われてるかもしれへんけど、うん、そこは自分のマスクで。 来るんで <laughs> そう、僕はか風邪を,をひきたくないのに、その危険を犯して、マスクを犠牲にしてまでも <laughs> という優しさはあったんやなそうなんですよ、あそれちょっとあの、ちょっとだけ意外やったわ、俺も僕はちゃんと普段仕事してる人とか、や優しい人には、そりゃそうですよ、態度悪い店員さんとかが、うん、めっちゃ脱の遅かったりとかしたら、うん、もう食べずに残したりしますけどね、そうん<と>ですよね。そう そういういところはあるそういうところはある皆さん安心してくださいそういうところはあるんですよ <laughs> ま,まだ話せんの <laughs> いやいやぼちぼちちょっとこの間東京で払った<あ>ちょっとカフェの話あるけど <laughs> また払ったやつですか、はい、ちょっと締め切れさせていただいて大丈夫ですか一旦。ということでですね、えー、今日も夜の9時まで生放送させていただきますので最後までお付き合いいただけたらと思います 曲を聴いていただきましょう Perfume でスタートレイン和牛の面白牧場番組では皆さんからのメッセージをお待ちしていますメールの宛先は牛 atmarkkbs.kyohto g y u ク k b s k y o t o ファックスは0 7 5の4 3 1の2 3 0 0 0 7 5の4 3 1の2 3 0 0ハガキは郵便番号6 0 2の8 5 8 8 k b s 京都ラジオ和牛の面白牧場までハガキの場合は柔らかい紙にしてもらったらうちのヤギが食うからよ 世の中をもっと良くする100の提言。 さあ世の中をもっと良くするための提言をみんなで考えていこうというコーナーです、はい、今回のテーマはマナーねマナーマナーについてもっとこうした方がいいんじゃないか、まあ、マナーって一言に言ってもいろいろありますよね、はい、ありますねまあ人間関係の礼儀もそうですけどスーパーのレジでどうのこうのとかねああ細かい描写で言ったらねホ、ね、本当にいろいろあると思うんですけどやっぱりこうたくさん送っていただいてる中にもたくさんいろんな種類のもの、はい、ございましたから早速いきましょうか、はい、じゃあまずはこの方、えー、ラジオね、うん 原材料さんおいしい匂いのする食べ物を電車に持ち込んではいけない。 持ち込み NG の例を挙げますと、うん、ハンバーガーや肉まんなどとにかく美味しそうな匂いを撒き散らす系です食欲がそそられて仕方ありません、うん、ただテイクアウトしたいという気持ちは分かるのでスーツケースに密閉すれば OK などの例外措置を設けたいいと思います僕あこれで、ね、ほんま僕もでもちょうどね、うん、それに似たような提言を、うん、この間今度ラジオで言おうと思ってたんですよ。 まさに考えてたようなことこの間、新幹線乗ったときに、うん、あの後ろの人が肉まん食べてたんでね、その時思ったんですけど、<お>もうね、そのえー、もう僕がその時思ったのは、肉まんとかハンバーガーとか匂いのきついものを、もう売らない、うん、うん校内で売らない、で、持ち込ませないっていう。持ち込ませないまで来たいあ、だから、食べへんのやったらまだオッケーかな。食べだしたら匂いすごいやん。あ 違うよな1個箱に入ってる状態と出して食うてるのは<う>ちょっと違うそれはまあテイクアウトしたいのは分かるからももつんまあ食わへんのやったら OK それは許そうと思うねんけど俺も,、うん、もう食べ出したらもう<の>ハンバーガーにしろ肉まんにしろもう臭いやんなんやろうねいやあ,のあくまで美味しそうな匂いやねんけどその自分が食べてないから臭いという表現になってしまうよなああ、うん、そうなのかな気になるということです臭い時あるやん なあうん、うん、俺ちょうどその時が <laughs> あのな最近僕体壊してたじゃないですか、うん、風邪ちょっとひいてねそうそう,そ,うそれのひどい時やったの<ー>だ余計にもうくっさいもう寝たいのに寝られへんやあの匂いきついから <laughs> もうだから俺、うん、ちょっとでも迷惑をしてますよっていうのを分からすために、うん、普段なら倒しますよっていうか倒すけど言わずに倒して、うんうん、でさあさあつってその え草の差ね。草って言ったらもうあれやから。なんとか気づいといてくれ。さーなん。やねん、それ、お前。草って。愛ちゃん乗ってんのかなってなるんやんけ、お前。<laughs> いや、まあ、愛ちゃん、愛ちゃんやと思ってもいいよ、別に俺のこと。愛ちゃんが草がってると思ってくれたらそれでいいから。さ <laughs> ーって。いや、もうギリギリ草ーに取れるけどな。<laughs> ほんまに草やがってん。いや、わかるよ。まあ、経験はな、みんなあると思うけど。ほんなら、水田君の場合、この、まあ、新幹線やったらね、あれですけど、うん、電車なんかやったらよくこう、うん え持って、お土産用に買って帰ってる人いるやんか、うん、この方は多分そこも取り締まろうというぐらいのね、そうやね、うん、うん、だから水田君のさらに上を行くぐらいの提言、掲げてらっしゃるということですよね、<そ>ここまではどうそこまではちょっと難しいんちゃうかな、それはうん。確かにね、スーツケースに密閉すればって、ね、肉まん3個ぐらい買って帰るのに、スーツケースで<あ>って、なるほど。スーツケースなかった場合は、店が用意してなあかんなるからね、密封の袋。 うん、まあ袋用意してくれたらええねんけど店がそういうのってないんですかねか店からしたらさ、うん、あの匂いが宣伝になると思ってたりするんかなだから匂いちょっとよ, <laughs> よりきつくしたりするのかなそれにそそられる人がまた買おうみたいなうわーどうやろうでも結局こうやってマイナスイメージを植え付けてしまってるもんねそう反感買う人もおるやんいやその匂い、うん、さ腹減ってない人とか病気の人からしたら臭いねっていう、うん、実際俺もそうやったわけやしうん どでもそれがだから発明されたらすごいような気するけどね密閉できるやつ匂いを密閉できるケース、うん、確かにね誰の迷惑にもならないしいやこの今日のやついきなり出だしからいいですね原材料さんはい僕の,あの親の教えっていうことまではいかないですけどでもかなりいいですよいつまで言ってんねんそれ何週目や思ってんねんあれはね提言会のマイケル・ジョーダンなんですよいやそれ言うてんのお前だけやねんそれずっと超えるやつが、まあジョーダン自身が言うてるからねお前がジョーダンなんかい <laughs> ジョーダン自身が言ってるから

<laughs> <laughs> KOO じゃないんで COO かオオの人 <laughs> 違いますえ水田さん飼いさんスタッフの方々こんばんは,こんばんはマナーの提言ですが、はい、電車の座席に座りたいお年寄りは、うん、優先座席に座れない場合、うん、その近くに立っておいてもらうか座りたい希望の方が待機しておく目印、ま、エリアのようなものを作る <laughs> あ<ー>もしくはお年寄り専用車両を作るとあ<ー>うん というのも、まあ、電車に乗っているとき、お年寄りが近くに立っておられたときに、どうぞと声掛けをするんですが、まあ、次で降りますので、とか、いえ、結構です、と断られることも多くて、次に声をかけるとき、躊躇してしまう。わかるわかる。うん。だから、この優先座席の近くか、座りたい希望の方が待機しておく目印、エリアのようなところに、まあ、そういうものがあれば、こちらとしても一目瞭然で声をかけやすいと思います。いやそ、それは厳しいな、でもな。座りたい待機場所はちょっと、無理やろ。 だから私座りたいんですをずっと出して立っとかなあかんや、うんネクストバッターズサークル的なところにうそうそんなとこ誰も行かへんやんまあなんでそこってさ <laughs> 仮に本当にその乗り降りの関係でさもう30分以上そこ立たされてたら <laughs> なんかあの人座りたいのに30分立ってるでみたいなとかな恥ずかしい思いせなあかん場合もあるやろなでもそのなその後に言うてたその え断られるかもしれんから躊躇してもらうっていうのはすっごいわかる、えー、うん俺もそれで何回も躊躇したことあるわ断れた経験があるんじゃああるあるよ次でおりますねって言われたことあるしうんまあそれは座ってくれる人の方が多いけどうん、うん、だからねそれで言うと僕思ったのはね、うん、全部解決なんですけど、うん、そのあれが、えー、提言言いますね えー、あ急に自分のやつ言うやん。いやいそれから出てきたやつね。うんうん。それをもうちょっと変えたやつ。それはちょっと不十分すぎるから、待機場所とか無理やし。うん。うん、もっと良くしたやつ。あ <laughs>、皆君の、えー、改良、改良案は,、ね、はいはい。えー、なるほど。言いますね。えー、っとね、年下の人に席を譲られたら絶対座らないといけない。ええー。これ。絶対絶対。絶対いや、もう次で降りるんですって言う時もあるやんそ。それでも。 ええー、<laughs> わかるよ。でも、猫すぎいかんと思、もうそこ。それしかないかそれしかないの。<laughs> <laughs> じゃないと、結局、躊躇する、して、言えない人が出てくるから。うん、本当は譲ってあげたいのに。優しさの目を摘み通る行為に繋がってしまうと。そう、ほんなら、その人が今度、本当に譲ってほしい人を目の前にした時に、も譲れない可能性あるから。もう、ほんなら、もう、全員譲ろ、言われたら。いや、私、まだ、そんな年寄りじゃないから、す、まりまへん。関係ない。 年寄りはね、周りから見たら。座れってこと。<laughs> 言うんか、それ。<laughs> それは言わんけどそういうことよ、だから。そ、もうそのあなたのその意地は関係ないんですよ。周りが言って。じゃあ、他の時も全部それで通すの通さないでしょほな、もうここは受け入れて。<laughs> ということ。もう全部座りましょう。女性の方なんかでったショックちゃう私、そんな年に見えてるかしら。だから、自分よりし、歳下。歳たらあちらの、<laughs> あちらの方の方が、ちょっと上じゃございませんかほんなら、譲ったらええやん、あなたが。とあなたの方がだからそれそれそ、それ譲らねへんでそれ譲るやんか。うん、でもそ、そっちはそっちで微妙に年上か年下かわからんぐらいの <laughs> マダムがいたとしたら、いやいや、うん、いや私の方が、みたいな。いや、そこはだから保険証見せやよ。<laughs> 健康保険証見せやれよ、そこは。お前、次の駅で降りる場合やったら、もうその間についてまうやろ、お前。<laughs> な、ね、それやったら、もう、そういう、こう、躊躇なくなるか、俺ね、これ、いや、多少強引な分かってますよ、僕も、自分で。でも、これはいいと思う。無言で立つじゃダメえそれするとさ、うん、たまにむっちゃ痛いやつ座ってくるやん。<laughs> いや、俺、この人に譲りたくて立ってんのに、何お前座ってんねんっていう。わかるわかる。俺もあったわ、無言で立った、ね、あるやろ。お前ちゃうねんっていう人っうね。そうそうそう。あが座ってんの。あんねん。なるほどね。 改良はねこれこれはどうですかじゃあお年寄り専用車両っていうのはあお年寄り専用車両これはいいんじゃないかなと思ったんですけど僕はうんいいでしょ <laughs> 雑やな <laughs> 自分の言えてスッキリすなよお前は <laughs> うんいいでしょう <laughs> いやでもいいと思いますよ六甲、うん、さんありがとうございますじゃあ続いてもう一枚いきましょうこちら、はいえー、ラジオネーム、えー、池田さんタブロートラクか いや、それっダブルアートの池田さんって言うんで、ラジオネーム池田さんです。すえー、三田さん、蟹さん、こんばんは。んんはえー、私は最近会社の移動で、うん、今まで自転車通勤だったのが、うん、久しぶりに電車通勤に変わったのです。うん、で、2ヶ月経ち気づいたことがあるんですと。何ですかなぜ男性はあんなにも鼻くそほじっているんですか<う>車内、ホーム、エスカレーター、 ありとあらゆる場所で普通に鼻くそをほじっていますが人に見られているという恥ずかしさはないんでしょうかそんなにほじってる週に1回は鼻くそをほじっている男性を見かけるので関西圏内でも毎日かなりの方がほじっているのではと思われますそんなにほじってるそこで私の提言、はあ、鼻くそをほじるのは家に帰るまで我慢する、はあ、です見た目もいいものではないですしほじった後処理はどうしているのかというのも疑わしいです えこちらメッセージの指定システムができたそうですが。 え、かおさんファンですが、これに関しては水田さんのご意見もぜひお伺いしたいということです。あ、わかりました。じゃあ言わないでください。<laughs> そうですね。<laughs> 最後になんか水田君から <laughs> チクチク、<laughs> チ,クチクチクっとて今まであなたがどこ入った貯金が溜まってきてると思ってください。<laughs> そ,えー、そんな見ます鼻くそをじってる人。いや吉高さんばっか見てんのかなスマイルの上、吉高さんね。はい、いつでもほじってるから、ね。あの人はね、いつでもほじってる。うん。確かにでも、 これに関してはね、僕、人のこと言われへんなと思っちゃうな。ちょっとほじる。あのさ、これ、どこまでがほじるなそれはめっちゃわかる。わかるやろ。うん。鼻の中、かゆいだけの時あるやん。ある。それはほじるじゃないやん。俺らからしたら。多分そうやん。男からしたら、それほじるじゃないやろ。それほじるに入るそれはか、か、く。そうなんでも、こ、これ。わかるわ。<laughs> これなラジオのみんな、想像して。<laughs> えっとね、指をね、 指で書いてるの鼻の内側を。ええ親指。うん、親指でいいよ。で、内側、自分側から外側に向かって。うん、鼻の内側を。擦ってるんす擦ってるの。これは、鼻くそなんじゃないやん。痒いだけやん。い。これどうなんこれも、ほじってるに入んのかな女の人からしたら。この方からしたら、でも、ほじってるに入るかもしれへんな。そうか。鼻くそなんかないねんけどな、その時。 たまにそのじゃ痒いところを取ってて、もうちょっと奥行った時に、あ、ここに鼻くそあったってこ汚いな、もう。あるけど。あったらほじっとくやないか、<laughs> ほんなら。でも、きゅあそこめっちゃ微妙じゃないどうもってんのよな、みんな。まあね、でも、うん、わかるよ、そのそ、かい、でも、やっぱほじるっていうのは、 まあこの方はちょっとその辺厳しいかもしれないけど、うん、でも人によっちゃそれは書いてるだけやと言ってくれる人もおるかもしれへんけど、まあ、100%言えるのはやっぱ人差し指とか、うん、まあ小指なりで、うん、こうやっぱり穴に入れた状態で完全に何かを書き出している様 <laughs> 気持ち悪い、うん、これはやっぱほじってるよね,ねこれは俺もあんま良くないとこ外でやんのうんうんそうや取れたものをどうしてるんですかってこの方も言うてるしなつやし例えば電車やったらさその手で 触んの手すりをとか思うやん公共の場合やったらねそなその手で手すり触った後肉まん出してきて食うたらも最悪やけどな <laughs> 最悪まあ肉,肉まんはそいつの <laughs> そいつが嫌な思いするだけで <laughs> 匂いが嫌な時やけどいいやな <laughs> これ難しいなうそうやねだから <laughs> 分かるけど鼻くそほじるのは家に帰るまで我慢するっていうもう ことやわまあ、そう、まあ、ええねんけどな。ただ、その、鼻の内側、書くのは許してほしい。うん。取ったらあかんで、だから、でも、さっきふな言う言ってたけど、あった場合、ね見、見つけてもうた場合。ねうん、見つけた時点でもう、手で触って思うてんねんけどね。<laughs> それゃそうやん。あれ、何かあるぞ、ここに。課金、うん、声、何かあるぞの状態やから。そ、そっと奥に、奥におい押し合って、<laughs> うん、そ、それは出してしまったらダメということやな。うん。 ごもっともですけどね、その提言というか、ややごもっとも大人として。大人としてごもっとも。うん。まこさん。はい。はい、こちら。はい、えー、じゃラジオネーム、わぞさんですね。えー、水田さん、こんさん、こんばんは。んんは私が思うマナーの提言は、えー、自撮りは半径1メートル以内に人がいたら禁止。うん 最近自撮りされてる若い子多いですよね、うん、遊びに行ったりしてて楽しいと、えー、楽しいとかなら、えー、まあ分かるんです、うん、でもエスカレーターとか、うん、えーそこで撮るみたいな場所で撮る子が多くてしかも自分の真ん中で、まえー、真ん前でされると自分が映ってるんじゃないかと思うとちょっと嫌です、うん、あとは自撮り棒とかで自分のベスポジのために後ろの人とかに平気でぶつかる人もよく見るんで多いよね今流行ってますからね,ねえ うん、自動予防使ってます使ってるか <laughs> でも女の子は大体使ってるやろねいや今はそうやねあのー、それこそ、うん、この京都のね祇園花月の出番の、えー、合間かな暇、うん、やって清水寺ああ多いやろな行った時にさ若い女の子らが友達同士で来てて、まあ、着物まで着てんのよ、うん、まあどっかで着付けてもらってでみんなで来たんやろうけどもうその景色とか 見晴らしいでしでょあそこ、うん、景色を見るとかその仏閣を見るとか、うん、じゃないね、うん、ずーっと自撮り棒で、うん、もう団体で固まって動いてずっとカシャ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 って撮ってる、えー、だからもう、まあ、それはほぼ背景で着物を着た自分たちを撮りたい撮りたいだから撮影をしに来てるんやななるほどねうん まあちょそれこそ数年前なんか自撮り棒まだなかったからさ、うん、そんなことはなかったやん、うんうん、でももう、何これって一緒になっちゃったもんな、そうなこんなことなってんねや今、今、うん、その自撮り棒、別にええねんけど、うん、そ周りの人にその、まあ、当たっちゃうとかさ、うん、そういう迷惑だけないようにしてほしいよね。うん うんなんかその自撮り棒やってる人がさ、あ、こっち来てこれ以上来たらこっち邪魔やわって時に、うん、棒でつっついてもええことにしたよ <laughs> そ。いや、その、つつき棒でその。そのつつき棒ってくんな、それ。<laughs> それお前、新しい棒作んなよ、お前 <laughs>。自撮り棒のやつをつっついてもええことになってる棒。そんなんしてみんな棒持ってるやんけ、お前。<laughs> うん。自撮り棒持ってるやつをつつき棒持って。だから自撮り棒持ってる人は棒でつっつかないのに気をつけたらええやん。<laughs> あ、お前、見とるかこっち邪魔やぞって時にその棒でつ,っついてもええことにした。<laughs> ツツギ棒もしたいね。いねツツ疑棒って。<laughs> 棒やろ、それもただの。<laughs> ガードする棒やみたいな。あ、これでこいつ来たら危ないなっていう。<laughs> <laughs> とか、これ自分が映ってるんちゃうんかってなった時に、うん、その携帯をこうグッと、ずっと傾けれる棒な。<laughs> 何に棒やツッツキ棒その傾けれる棒な。<laughs> ちょっと映ってますよっていうふうにな。そう,そうそうそう。う確かにだって嫌やん勝っに映されるの。まあね、わ、うん、かるわ。だけど、うーん、そうやね。もうおのののマナーの問題なんやけどな、こういうのもな。僕らなんて特に撮られたりもするじゃないですか、勝手に。たまにそうやな。勝手に、まあ勝手に、それは何 顔をさしてとというこ顔をしてああで何か取ってないふりして撮ってくる人とかおるやんうんうんカムフラージュしながらねそうそうそううんなるほどねそういう時のために何か対策をしてもいいんじゃないかということですよねそううんということでちょっとお時間がちょっと近づいてきましたよ今日でも全部良かったっすよ4つ全部で発表させていただきましたけどもええ選ぶのいやもちろんやっぱ選んでいただいやみんな良かったもん今日あそううん その中でもしいって言ったらうんむずいなーはあこの人誰ですね <laughs> この人にエコーかけられてもラジオネーム k o さんコウさんええあのー、お年寄りのね断られる可能性があるからっつって水田のそのお年下に譲られたらもう座ることっていうのを引き出してくれたから なるほどはいということでさんに決定確かに断られるかもしれんから躊躇するっていうのはすごい分かるんすなるほどということで今回マナーというテーマでね、はい、え募集かけましたけれどもまあ次回はですね、はい、あのいつもやったらテーマ変えるんですけど今回ねこのマナーというテーマで非常にたくさん、えー、いいものが届いているということでございます マナーというテーマで引き続き募集させていただきたいと思っております。はい、で、来週はですね、番組が生放送ではなく録音放送になりますので、えー、月曜日、来週の月曜日の朝10時までにマナーに関する提言を送ってください。めちゃくちゃ良かった場合は11時まで OK ですよ。めちゃくちゃ良かった場合はね。はい、念を押したようにめちゃくちゃいい場合だけにしてください。はい、えー、メールの宛先は gyu.kbs.kyoto。ファックスは075-431-2300。お便りは 郵便番号 602−8588KBS 京都ラジオ和牛の面白牧場、えー、提言のかかりまでお待ちしております和牛の面白牧場和牛の川西と水田が生放送でお送りしていますダメダメだ,ダメだもっと優しく握らねえと乳出ねえぞ急に牧場キャラなんやねん

今、お聞きいただいたのは、スマイルの上吉高さんに伝授していただいたギャグですよね。コンビ用ということで、作ってくださって、僕らやったんですけど、最後、自分が入ってくるというね。吉さんらしいですね。すべて持っていけるとか、持っていこうというね、前のメリサが出てた師匠でしたけれども、今日も終盤の方にギャグ師匠のコーナーございますから、また楽しみにしておいてください。ということでですね、の今日ここ来るまでにね、いつも電車で来るじゃないですか、大阪から。で、1回だけ乗り換えんとだめなんですよね、僕。あなた1回でいいんですか 1>, まあ1回まあ場合によっちゃ 2>,、ね、あ2回の時もありますけど<ー>えー、阪急から地下鉄に乗り換えて<う>でちょうど僕が階段降りていった時ぐらいに電車がもう到着してて、はい、あこれ乗りたいと思ってちょっとだけ急ぎ足で、うん、パパパパパッと乗って、うん、で扉側のところで外向いて立ってたんですけど、はい、そっからまあ5秒10秒ぐらいで扉が閉まるってなった時に一人の、えー、おばちゃんですね おばちゃんがばーっと走って乗ってきたんですよ、うんまあ、いわゆる駆け込み乗車ですよね、バーっと乗ってきて、その乗ってきた勢いのまんま、うん、その車両の、まあ、奥の部分に、ずい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 ずっとこう進んでいったときに、うん、そのおばちゃんが持ってたトートバッグみたいな、結構大きかったんですけど、それでまあ言ったら周りの方にバーん当たりながらというか、うん、ちょっと強引に進んでいかはったのはいかはったんですよ。うんうん、であ って多分みんな思ったんやけどその時に僕の隣にいた男性が「クッソがみたいなちっちゃい声で言ったんですよ、うん、あ怒ってはるなと思って、うん、パッと見たらあ水たあのさ「<laughs> <laughs> クッソがー」「<laughs> 僕はやめてくれる?」言ってた言ってたわ言ったつもりないねんけどあのねちょうど聞こえるちっちゃい声で <laughs> <laughs> もうあんなな形で相方見つけたないわ俺は <laughs> 珍しいな俺そんな出てる声出てる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 びっくりしたもうめっちゃ嫌な気分になったわあ分わかったもうこいつ俺のおらんとこでもやっぱりやってるやんみ <laughs> 分かったいなイヤホンつけてたやろ俺見てへんよそこまでだからや自分の声がどんぐらいか分かってないやんイヤホンつけてるときほな余計気つけてほんまやなうんしっかりくっそげ <laughs> いや、それはわかるよ。おばちゃんが悪かったとは思うねん。駆け込み乗車という一個マナー違反して。うわ、マジか。カバン当たってたからな。気をつけよう。ほんでさ、昨日も営業でね、あのー、まあ、言った修学旅行でこっちの京都の方に、えー、京都のホテル旅館に泊まってやる学生さんの前で漫才を僕らがしに行くというので。<laughs> うん、まあ、お仕事行かせていただいたんですけど、まあ、その旅館に行って、で、やるわけですよ。うん だからまあ、あの、社員さんと三人で、こう、旅館ついたら、その、まあ、旅行会社の方なのか何なのか、が、え玄関の方まで迎えに来てくださって。で、その時に、あの、もうその、僕らが今から漫才をするという、え、学生さんが、もう、もう、ちらほらいたんですよ。なんかお風呂上がってきやったところかなんかで。 正直僕らからしたら見られたくはないじゃないですか。初めて見るの。その子らが初めて僕を見るのはどうもって言ってこう出て行った瞬間にわーっと。初めて見られたいけど、そそ会っちゃったんですよね。まあ、仕方がないですやんか。うん、うん。で、それは仕方がないことやなと思ったけど、まあ見られたくはなかった。ほんならその旅行会社の方が、あってその生徒さんに向かって、ちょうどほら、あの、今日の和牛さん来たから、ええ、みたいな。<laughs> もう あえてこう紹介するみたいな感じで僕らからしたら見られたくないんですよ、うんうん、そりゃそうや何もしてないもん、うん、そうだからスタ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 っとちょっとこう一例だけして下がっていった時にサくんがあの「なんで言うねん?」<laughs> っていうのを言うちょうど聞こえるちっちゃい声で <laughs> あの「俺かしらしたらんで言うねん?」とか「なんで言うねん?」って思ってんねんあそこで聞こえてたら どうすんねんみたいな言った。言われてた。あ、イヤホンつけてなかった、俺。つけてたかったわ、その時は。<laughs> その時は覚えてる。何でもイヤホンのせいにすな。もう頼むわ。いや、なんで言うねんや。<laughs> いや、わかるよ、気持ちは。ただ、なんで言うねんって思うのはわかる。な、うんで言うねんを、一人ごとなのか、もう俺に、俺にちょっと、はけ、俺をはけ口に。 使おうといや、そんなことはそんなことない。ちょっと聞こえるぐらいの声で言ってんのかなみたいな。多分、その聞こえてるような、じゃあ言ってんのうったら、本人に届けとも、うん、多分思ってんのやろうね。だから届かすなって、<laughs> そんなもんいや、届かんかったら、ただの陰口になっちゃうやんか。うん、届かす分には。いや、お前の今のところ、陰口やで、<laughs> ジャヌ <laughs> やめて。で、こちらちょっとね、お便り届いてる部分があるんですよ。<何>ちょっと話題がらと変わりますけど。<う>えこちらラジオネーム。 えー、薬師如来さんですね。うん、水田さん、かにしさん、こんばんは。こんばんは。えー、NHK 新人お笑い大賞、お疲れ様でした。あ、どうもお疲れ様です。つい先日ね、25日に会ったんですよね。はい。えー、まあ、僕、僕たちは、あの、初戦敗退という結果に終わったんですけれども、はいえー、私の中では和牛さんが優勝です。面白かったし、仕上がってろっていう感じが画面から伝わってきて、ちょっとゾクゾクするほどでした。岐阜の山奥に住んでいる祖母。 85歳も見ていたそうで、その日の晩に電話で話したところ、おもれえ料理の漫才しとった。いや、とても、かわいさの呼び方もちょっと気になる。マスすで <laughs> <laughs> もう一回教えてて、おもれえ料理の漫才しとった。電話つなかったのかな、これ。おこまやったで。と、和牛さん褒めていましたああ。そうですか、ありがとうございます。全国ネットでお二人の漫才見られることがとても嬉しかったです。はい、次は M1 なんでしょうかね。応援しています。ということですよ。ありがとざます。 ねえまあ悔しくて負けてしまいましたけれどもね、はい、もうこれにも通ずるところがあるけど、やっぱりその、負けた瞬間、むちゃくちゃ怖い顔してた <laughs> 見てた、俺,俺の顔、いや、俺はその当日は見てないよ、横並びで並んでて、俺は前向いて、カメラの方そんなお前の顔じっと見るわけにもいかへんやんか、でも後でこのやっぱ賞レースが終わってからね、やっぱり周りの世間の方々、ネタを見てくださった方は、僕らのことをどう 感じたかかなとかどう思ってくれたかなっていうの気になるから、うん、今、便利でしょ、SNS、ツイッターで、エゴサーチっていうのをかけたら、うん、例えば和牛 NHK とか入れたら、その和牛と NHK っていうワードが入ったつぶやきがずらっと出てくるじゃないですか。はいはいはい、ね、うん、やっぱまあこうネタのことについて、いや、面白かったとか、いや,いや、なんかちょっと、中にはまあ、いいこと、悪いこと、いろいろあったりしますけど、それ以外で目についた多くの意見というのが、うん、負けた瞬間の水田さんの顔怖すぎ。<laughs> <laughs> とか。はいはい 水田さんバリ怒ってるとかなんやこれってなって録画してたやつ見直したらバリ怒ってるやんこいつってあ <laughs> そう怒りすぎやって録画したやつ俺も水に消したからもう分からんねんけどどんなことやねんそれは <laughs> どん何してんねん見いよ自分の怒ってる顔あそうですか怒ってましたですよほしいホンにうん頼むで <laughs> なあそのさ その、ま、そこは、ぐっとこらえて、笑顔で、みたいなさ、あるやんかん。でももう、一生懸命こっちもやってるしさ、大人が、ちゃんと一生懸命やってるやんか、うん。なんでそこ、そんな我慢せなあかんのと思っても、う出しちゃえと思ったら、あんな顔になっちゃうよね。出しちゃうなよ。なん何や、出しちゃえって。出しって、伝わらないと思っても。作戦通りっていうこと作戦通りというか、ま、もう隠さんで、もう、なんで俺この気持ち隠さなあかんねんと思ったんやね。<laughs> いや、その分かるよ。みんなそうやん。でも、みんな多分悔しいやんか。うん、みんな。俺が一番悔しかった。あ、そう。俺が一番悔しかった。悔しいグランプリ優勝。<laughs> 優勝。C1 <laughs> 優勝。<laughs> やめてや、もう。嫌や,やねん。そのさ、うん、かっこ笑いみたいな。水田さんめっちゃ。 怖いい顔してた笑いみたいなやったらまだな、うん、よかったけどやっぱ中にはさめっちゃ怖い「てんてんてん」みたいな、うん、やっぱ視聴者の人は思うわけよ、うん、それを見た時にやっぱこの人怖いなって、うんうん、ほらもう次テレビで見ても「あ怖い人や」ってなったらさそんなもう笑ってもらわれへんでそれそのな、うん、ほんまに昨日おとといの話ないけどな、うん、その大会を見に来てた人がうん その次、審査員の人たちが使ってた札をもらったみたいで。あー、なんかあげる、その審査の札って、あれ、お客さんにプレゼントしたみたいね。あ、そうなの。それの和牛のやつをもらってて、それを持ってきて、うん、そこにサインしてくださいって言われたから、うん、一瞬は、はぁと思ってさ、うんうん。な、なんえど、どういうつもりやねんと思って。ほういじってんのと思って。<laughs> いやいじってるわけないやん一瞬イラッとしたけど、うん、でもこの人は多分全然そんなことないんそんなことないよ俺のことをほんまに応援してくれて、うん、言ってくれてるんやなと思って、うん、よしじゃあ俺もでもまあそこはもう正々堂々ぶつけてサイン、うん、メッセージ書こうと思って、うん、サインと「うん、二度と出るか?」って書いたんですよそんなやっぱむちゃくちゃ引いてたね何でそんな書くねん 出るで俺だけ <laughs> なら来年 <laughs> また出れんねんお出ようや、うん、出るくせ日本で <laughs> なんやねんお前どうせ出るやろお前みたいなもんは <laughs> 出る言うなそんなことでもほんまにその時思ったんやクっソーと思って二度と出るかと思って二度と出るかで書いちゃったのうんほらそうやその子からしたら応援して見てくれてたわけやんかで 来年こそ頑張ってくださいっていう気持ちもあったわけやか。うん、で、サインくださいって帰ってきたら二度と出るか出へんねやーってなるやろ、そら。むちゃくちゃ弾いてた。そら弾くわ、あかんでよ、お前。あかんで <laughs> <laughs> いや、よう持ってきたな一応これ、メール、いつちょっと紹介させていただきますね。すラジオネーム、キラキラさん。はい。初めてメールさせていただきます。はい。昨日、仕事帰りに、はい、え京阪四条駅から、 市場ですね、ごめんなさい。京阪市場駅から、電車に乗ったんですが、はい、ホームに、スパンの水本さんを、お見かけしました。ほう。うん。でも、その時、3人ぐらいで、熱く話してはったので、話しかけられませんでした。うん。こういう場合って、やっぱり、そっとしておいてほしいですよね。教えてください。え、駅のホームで、芸人3人で熱く語ってた。でしょうね。だから、おそらくですけれども、昨日、M1 グランプリの、 なるほど。三回戦が疑音化月であったので、うんうん、それの帰りじゃないですかね。声かけたかったけどということですか。うん。ああ、まあ、えー、っとね、えー、正直それはこっちからしたら、いや、今真剣に喋ってるのを気づいてんやったら、話しかけてほしくないなっていうのはありますけど、うん、そうやって話しかけられるのも含めてこの仕事ですから、気にせず話しかけてください。ほう。はい。 大人なったな。気にせず、それは、それはもうそういう職業やからしょうがないただ思いますよ。今来るって。だから、今よう来たなって思いますけど、でも、そんなんも含め全て受け入れるこの仕事ですから、全然あなたは気にせず行ってください。なるほど。ただ思いますよ。今来るって。その念押しが怖いね。この人からしたら。え、行かれへんやつみたいになるやん。来てとは言ってるけど。大丈夫、全然ってだから、あの、要するにですけど、 あのあれですよね、一般的に考えたらいいということですね、別にこっちがそうやからって、うん、特に意識することなく、例えば誰か話しかけようとしても、その話しかける相手、対象の方が別の話をバッとされてるときは、普通に気ぃ遣ったりする、すね、タイミングを考えたりする、そういうことを言いたいわけですよね。う全然、タイミングさえ見計らって、うんで、タイミング見計らってきたらね、うん、多少ちょっと強引でも。うん 気づきますよね、こっちは。あ、この人、今の瞬間の隙間に滑り込んだんやなっていうの。はい,はいはいはい。だから全然大丈夫ですよ。そこだけ見てくれたら。ということです、キラ,キラさん。はい、はい。多分、水本さん本人からしても。 全然ええよ。水本さんは特に気にしないから大丈夫そす <laughs>、全然そな辺そですね。もう人類皆友達と思ってるぐらいの方ですからね。水本さんは何やったら、最初に話しかけても、今ちょうど M1 の話しとってんって言う人ですからやめろよ、おい。そんなことはないやろ。<笑><笑>そうさなんでエで M1 の話をその子交えてすんねん、お前。<laughs> 言う人やから大丈夫っすそんなことはないですけどね。キラキラさん、と,してますということでございます。というわけで、えー、メッセージコーナーでした。 和牛の面白牧場、和牛の川西と水田が生放送でお送りしています。その軽草は下の分だからよ、急に牧場キャラなんやね。もしもあの時に戻れるとしたら。 誰でも後から振り返ってあの時ああすればよかったと思うことがあるはずですこのコーナーではそんなエピソードを紹介していきますそう僕で言ったらなるべく声に出ないようにし,したいなとかね <laughs> <laughs> そうよね、うん、さあじゃあ早速いきましょうこの方はいえー、ラジオネームわぞさんわぞさん水田さん川西さんこんばんはこんばんは 私がもし過去に戻れるならクイズ番組に出てた時、うん、チャンピオン防衛3日目に戻りたいです、うん、昔クイズ番組に出たことがあって<お>それは挑戦者が4人で戦ってその中で勝った人が今まで勝っていたチャンピオンと戦うという番組でした、うんうん、それまで私は勝っていて3日くらいチャンピオンだったんですが、うん、その最後の日に 今普通に考えたらわかる問題をカッコつけてストレートで答えて間違えて負けてしまいチャンピオンを剥奪されてしまいました、はい、あの時4択にしとけばその1択えその1問さえ間違えなければまだチャンピオンでいられたのにとすごく後悔しましたストレート4択2択の回答方式があって4択で答えてても勝てる点差だったので。 後日その番組を見てたらそのおじさんは結構勝ち残ってたのであの時勝ってたら1か月ぐらいテレビに出れたんじゃないかなと思うとやっぱり過去に戻ってやり直したいですなるほどそのオプションを使うと点数が下がるけどもということかということですよね<ー>そこの駆け引きしながらクイズに答えていくで4択使ってもいけてたのにいけてたかっこつけてストレート使っちゃったうんわかるけどなうん 僕は、そこは、うん、四択使うなぁ。<laughs> いや、冷静に考えたらそうなんですよ。うん、それをくくいてらっしゃるということやから、<ー>僕は、とかじゃないの、ね。<laughs> 僕やったーいやそれイライライなイラ <laughs> なん、何にも勝ち上がれられへんやろ、お前もしもその時に水田がいけるとしたら、四 <laughs> 択使うけどなぁ。四択になっちゃうね。うん。ああ。すごいね、その人。 うん、テレビのそんな決勝みたいないったよねこいつのうんいわゆるだからその知識が博学というかはい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 い,ろいろ知ってらっしゃるんでしょうねうん,うんあ,あなたやったらどうしますストレートでいきますまあ俺やったらやっぱ4択かな <laughs> <laughs> だよねいらんねんってこれ <laughs> <laughs> 分かるけどなテレビに結構よくしたいのな、うん、何の番組やろうね僕らが見たことあるような番組なんかなでも 意外にでも知らんやん。知らんクイズ番組いっぱいあるやん、その。まあね普段見てないだけで。特番的にやってるやつとか。はい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 。うちの親父とかよ見てたけどな、クイズ番組。親好きなイメージあるな、確かに。うん。で、親父は絶対に先答えね自分の方は。親父やっぱ知識結構あるからさ。うん。その、もともと塾の講師とかやってたから。うんうん。結構、いろんなことしてて、ハグワクやから。絶対先に答えねん。ほんで、まあ当たってたら、見てみ、つって言うんだけど。 外れてたら、絶対言い訳すんな、ね、一人言ことみたいな感じで、俺らに聞こえるように、ああ、そうか、あれはあの時の方やったか違うか、みたいなこと <laughs> ずっと家族はそれ言うこと聞いたことあえって、その別に、完璧やと思ってないからえー、って。それでもだいぶ言わないわけでしょ。そう、言わへん。もうえっては。うん。で、結構合ってること多いから、十分すごいの分かってんのに、うん、やっぱ完璧、間違いは許されへんのやろな、その。うん、ああ、そうか、あれはそうか、わしが思ってた方とは違う方か、みたいな。 ちょっとだから恥ずかしい間違ったことが素直に「はあ知らんかったな」って言わへんああそうなんやそっちかとかやったら気持ちいいもんなそうそうそう,そう<だ>この人すごいなとか、うん、この人詳しいなって認めてるとこ見たことない <laughs> 俺が出ててもまあまあ勝てるけどなっていう雰囲気バンバン出てる <laughs> ほんでちょいちょい間違うんやうん多ちょいちょい間違うなるほどねー、えー、ーあのー まさにでも、ソラシドの水口さんとかもそんなやけどあ、ね、あー、ぽいな。もう絵に描いたような、そういう。<ー>うん、何々って絶対すぐ、すぐ先言うな、うんうん。すぐ先言って、当たんねやん、でも、うそういうのな。<う>うん、そなんか、生かせようと思うな、<laughs> その凄さ。うん、なんか知識が、なんかすごいとかいう,う部分も、まあ、 すごいやんか、うん、その芸人さんとなんかならへんのかなとか思うないかしてんなんかさそのあの人あのその知識すごいけど誰もあの人に知識求めないやんか <laughs> だから自分から言っちゃうからなんかなかもしれんね知識求められない方にどんどんいっちゃうからまあでもそれが面白いからいいんやろうけどう 確かにね、自分が武器やと思ってるところと周りが武器やと思ってくれてるところは違うよねだからそうやな、うん、確かにねいやこれ悔しいですね負けちゃったわかるよねじゃあ続いていきましょうか僕いきたいもんねこちらえい あの時こうしたらよかったっていうのを送る割には明るいペンネームだなと思って <laughs> おもちちゃん <laughs> おもちちゃんはい水田さん川西さんこんばんは,こんばんはもしあの時に戻れるとしたら中学の卒業式の日ですはいその時私は好きな人がいて、うん、その人は野球部のエースでありながら、うん、勉強もできどんな人にも優しいクラスの人気者でした、うん 私は目立つタイプではなくただ時々話しかけてもらった時に会話をできるだけあ会話ができるだけで幸せでしたうん今と違って携帯を持ってる子の方が少なく告白する勇気もないまま時間だけが過ぎてしまって今さらながら卒業式の日に自分の気持ちを伝え,れて,伝えてればなと思いますお二人は学生時代に恋愛に積極的でしたかいますかあなた あの人告白しとけばよかったなっていう人。あ<ー>ここあこの人告白しとけば、でも。片思いのまま告げずに終わった声ありますかうわー。なるほどなありますかでも、いや、そこまでこの人っていう人はないかなー。あ、そっちまずいないあんまり。まずいないなかななるほど。そうか、学生時代のね、付き合った子も一人か。そう、だから、えっ、ー、とね、中学、 高校の終わりから、高校の終わりぐらいまで付き合ってたからさ、必然的にだから、ないよね、選択肢が。その子は自分から言ったその子は、うん、告白してくれて、時間が。らや、羨ましいなぁあ、ほら、これ。小森の声全部出て持ってるやん。羨ましいと思って。いや、なぁ。うん。なるね。そうやわ。だから、 かっていうのもあるよね告げれなかったみたいなのはないとうんあるいや僕も全部好きって言ったんでないんです <laughs> その告げれなかったみたいはないんです全部好きって言ったんで好きな人には <laughs> 全部告ったんで大丈夫です <laughs> <laughs> なるほど、はい、僕ね高校ぐらい二十歳ぐらいまでね、うん、もうすっごい告ってたんですよすごいいっっってたって言ったたた言ら数が多いみたいけどあの 好きになったらもう絶対に告ってたんですよ。うん。すっごいオセオセやったんで。うん。いけ一けやったんやろ一けいけ。こんなに好きって言われるかっていうぐらい好きってゆゆゆ言ってたから。好きになった人全全員に。全員にもむちゃくちゃ気持ち伝えてたから。ジローラモかなんか、<laughs> なんかやったんいやほんまに昔はね、ジローラモやったよや。<laughs> シンジローラモかなんかやったの。<laughs> シンジローラモやったんですよね、昔は。もう、すごいなぁ。そう。なかなかでも男前やね、それってさ、男からしたら。うん まあ女の子からしても多分うん。一人だけ、振られた、だから。ああ<ー>。うん。付き合えなかったということそう、自分からその言って。うん。付き合えなかったね。うん、あ、でも、それ以外は、みんな、美作の気持ちが届いたんや。すっごい伝えてたもん。おお<ー>それはこんな伝えられたら、受け入れるやろ、というぐらい。<laughs> すごいやん。その常重率すごいやんか。そうなんですよ。やっぱ 女性ってやっぱ愛されるのが一番幸せだと思うんですよねはいやっぱ追いかけてるばっかりの女性やっぱ幸せになってないでしょそんなに遊ばれてるかなんかそんなんや,やっぱ好かれてる人にとなんか愛されてやってる人のほうがやっぱすごい幸せな人生送ってるなと思うんですけど女性は、うん、って考えたらあんなに好き好き言われたらそれはみんな受け入れるよねだってめちゃくちゃ言ってたもん,なんて好きすぎて泣いてたことあるもん俺 <laughs> どういうこと <laughs> え泣いてたの好きすぎてこれ俺もし実らんかったら いやいやっていうので、泣いたことあるもんね。一人でお風呂で。まっすぐやなあ、そう。そうですよ。それ、でもじゃあ、この方の気持ちとかはもう、どうどんな内容やったっけいや、なんで覚えてへんねん。ごめん、ちょっと自分の昔覚えてまい告白する勇気なくて。いや、女の子からはね、女の子でしょう女の子からは、それは告白するのも厳しいよね。うーん。 だからすごいよね。普通多分でもさ、圧倒的に世の中にはこういう、うん、えー、おもちちゃんみたいな。<laughs> ちゃんと聞く気らんでんな、おもちちゃんなんか邪魔して <laughs>。おもちちゃんと同じ経験とか思いをしてきた人の方が圧倒的に多いやんか。伝えてればなぁって。うん。それすごいな、ないっていうのが。まあね。あの、まあ、その、もうちょっと軽いのでんやったらありますよ。うん、その、4、5年前に。 中央線で見かけたジャケットのニャー女の人、やっぱ告白したかったなと思いますし。うん、中央線で見かけたはい。だいぶ他人やん。<laughs> だいぶ他人よ。うん。むっちきれいかって。うん。いや、まあ顔も、うん。5割ぐらいしか見えてないねんけど、5割見た感じ、多分むっちゃ可愛いと思う。5割で好きになれんの <laughs> 好きになった、その時。お前すごいないや、でも夕方くらい、夕方くらいまではずっと好きやった。<laughs> <laughs> <laughs> 濃い大きいやな <laughs> まさにそう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 カット好きなんうそなカット好きのその時はは<ー>もういうそうそうそれそ今そうそうわけ告白できへうかっそっていうのはな,ならそ,その人はだってさ、うん、逆方向に乗っそ乗り換えてそったから俺はその時うそ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 だからそうそうしようそうそうたいそうそのそのうそ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 う でもまあ、しょうがない。難攻の方がいいかな。仕事あったから <laughs> <laughs> お前、しゃーらしのテンションで仕事来ないよ、お前。<laughs> ケンシロー待ってたから。<laughs> <laughs> ああ、そう。でもまあ、仕事じゃなかったら、追いかけていって。追いかけてたかもしれんねあれへー、すごいね。どうすんねん、でも残りの5割見たときに。<laughs> あ、違うってなったら。いや、あったよ、この間。あったんか,、ね、だ,たかだいぶ前やけど、<laughs> 去年かな。うん、あ,あのね、横顔がね、もう完璧やったんよ。う<ー>電車の中で。うん。 もうその二の腕の太さとか髪の綺麗さとか、うん、リアルのやめてくれいから服装と, <laughs> とかめっちゃかわいいしこの人絶対モデルさんちゃうのっていうぐらい、うん、業界入ってる人ちゃうかっていうぐらいう,ん、うわでももうこんなもん俺そんなもん無理無理こんな仕事してるしっていう、うんうん、でその人がさっき電車降りて、うん、せめて真正面から見たいと思って、うん、見たらあれ <laughs> 全然違うってなって 何が違うのでもほとんど見えてたんやろいや横顔だけはね前から見たら違うかっ前から見たら全然違うの全然違うの違う人ちゃうのよ全然違うホンにその人何がなんやろなマジでこんな言い方したらあかんけどほんまに40点ぐらいマイナスいや点数つけんな点数で言うたら分かりやすく言うたらねうん審査員すなってお前みたいなもん世の女性のホ漫才も審査員できたらいいのにな自分が 自分に入れるやないかか <laughs> お前なんかなんるほどじゃあもう1ついきましょうかはいじゃあこちらえー、ラジオネーム省エネ怪人さんおいい怪人やね和牛さんこんばんはこんばんは私が戻りたいのはつい6時間ほど前です<え>私には好きな人がいて、うん、たまにその人と2人で学校から帰れる時があって、うん、いつもその時を楽しみにしています、うん、今日は私1人で帰ったんですがよくよく考えると 絶対に今日日は2人で帰れるめったとないチャンスをあっさりと逃してしまいましたショックで勉強も手につきません和牛さんどうしたらいいでしょうなんで帰れんかったんやろさっき帰っちゃったんちゃうどっちがこの子が忘れちゃったのうん忘れ忘れた,たとかはないんじゃないこんな好きなんやもんダメだよ逃げちゃったんじゃない恥ずかしくってダメだよそんなことじゃダメ,ダメだよ うガンガンいかんと。うん、僕、だそういうねぐ、偶然じゃないと出会えんようなあれはね、ほんまに大事にせなあかんっていうのがね、うん、僕、昔あの、バイトしてる時にね、うん、同じテナントの中にね、うん、すっごいかわいい子いたの。お<う>で、休憩室で一緒になったの。はい。で、たまたま同じテーブル座ったから、しゃべれたの。うんうん、俺、その時あとバイトあったけど、うん 休んで、ちょっと喋ったの、そのこと。<laughs> ちょっと待って、ちょっと待って。えどういうことバイト休んだや休まれへんやん。バイト先におんねんから。あ、だから、えー、休憩中じゃない。俺はこの後出勤やったんやけど。なるほど。そこは休憩中。俺は出勤前に、<う>その休憩室に<う>あの着替えとるとこもあったから。<う>そこで、結、え、局、ー、休んでないんやけど、あのー、バイト先電話して、1>, うん、1時間半ちょっと遅れますっ,つって。そのこと喋ってた。 バイト先の休憩室で、うん、えでもそこには帰ってこへんからね、いろんなビルの、とき、うん、でっかいとこやから、うん,うん、うん、結果、付きあったからね、<laughs> その後、それで仲良くなって、連絡を交換して、<ー>そのたまたま休憩中ち<ー>、ちょっとしゃべれたので、あちょっとしゃべったときに、あこれ、この人、なんかすごい仲良くなるそうと思ったんや。感触が良かった、ね、かよかったんやかがなんかすごい笑ってた、感触<ー>で。 俺もすごいタイプやったし、うん、これ逃したらあかんと思って、うん、あのーえ「この後バイトなんですか?」っつって「いや、まあ、全然まだ大丈夫ないけど」ずっ,って「嘘ついてトイレちょっと行ってそのバイト先電話してちょっとすみません遅れます」っつって 1>,、うん、1時間半その子は終わってたその子は、えー、ちょちょすごい長い休憩時間だなか通しで入ってるかなんかで、ね、はあはあははあ、一1時間ぐらいあるような休憩でそうそうそうえびさ君は今から出勤やっていうけどそ,うその出勤時間遅らせてしった、はい、で付き合った そう。まあ、うん。は <laughs> やす。うん…ん。うん。やはんかな。社会人としてはそうだけどな。社会人としてはあかんけど、それぐらいやったら、うん、俺もまさか付き合えると思ってなかったよ。その子のことを初めて見た時なんて。うん、うわ、可愛い,いなーみたいな。うん、もう見てるだけの子やと思ってたから。憧れの存在ぐらいのな。そう,そうそうそう。うん、そういうことあるから。このワンチャンスを大事にしてほしいと。そう。だから、 あの6時間前に戻りたいなとかなそんなん言うてたらあかん,ほんまに二度と逃したらあかんだよ次のチャンスだから次からは絶対にそ,<う>そのチャンス逃したらあかんでも今の体験談があったからそうですよこれあのそう思ってくれはるんじゃないかなそうでしょうんすごいですよ水田真二もう,こう悔いない人生を歩んできてるみたいな恋愛に関してはね昔あの料理の 社員として普通働いたときに、初めてのなんかこう、忘年会みたいなときも、僕、一番下っ端やから、帰ったらあかんねんけど、ちょっと電話してきますっつって、あの、1時間半抜けて、そのとき片思いやったこと喋って、結局付き合いだからね、はい、よう抜け出すな、その頃はね、もう恋が一番大事やったんや、最優先やったんや。 まあ恋に生きる男やからなそうなるほどでもそれそ,うそれぐらいやったら悔いがないとそうです恋愛に関してねそうです頑張ってっ参考にしていただけたらと思います <laughs>、はい、というわけではい以上えもしもあの時に戻れるとしたらでしたまた来週送ってくださいわぎゅ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  ちょっと笑い声聞こえてきましたね和牛の面白牧場京都からお送りしています人笑かそう思ったら大事なことちゅうのは容疑あるけどもな、はい、うんまあこれにしてしゃべる言うてもこの話のこの構成や何やとか発想やとか切り口やとかまあそんないろいろ言う誰もするけどやな一番大事なのは何か「大きな声や!」 はい、分かりました、師匠。教えてギャグ師匠ううん。今日は全然邪魔しなかったでしょ <laughs> 気をつけてたんすよ、<laughs> 師匠。<laughs> なるほどね。選手に関しては、師匠をカットするという、弟子の暴挙がありましたから。さあ、ということで、今の牛に一番足りていないのはギャグだ。はい、ということでですね、このコーナーでは、ね、はギャグが得意の芸人さんに師匠になっていただきまして、ギャグを伝授してもらおうというコーナーでございます。はい、もう今回も電話つながっております。早速お呼びしましょう。師匠 どうもー。こんばんはー。ー自己紹介お願いしますク。クロスバー直撃の渡辺でーす。言ってましたよ。沢西さん。<laughs> すいません、あの、クロスバー直撃のっていうのと、自己紹介をが直撃してしまって、すいません、<laughs> 師匠。直撃しちゃってまして、すいません、お願いしますん。<laughs> ミートボールっぽい。はい、<で>ポートボールミー。よいしょ。出たー。たありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。師匠といえば、やっぱりこのミートボールっぽい。ポールからのポートボールミー。ミー。はい。 <laughs> これですもんね、もうでも今、うん、関西でこのネタのね、例えば漫才の前とかにも、たまにやられるじゃないですか、うん、うんうんうん、帰ってきてますよね、ちょっとね、帰ってきたりすることも、これもう関西で聞かない日はないでしょ、ねこのコールレスポンスが、なんかこのミートボールっぽいで、お客さんもポートボール、に、うん、一緒に言う日もありますもんねそうなんですよ、そうなんです、そうなのよ。<laughs> これがねねもうね そうやって広めていこうと思ってね。皆さん知ってますかね、これね、ミートボールぽいってポートボールミーティアってやつなんですけど、もう M1 でも出すぐらいのやったんですかこの間ちょっと待ってくださいえ、出してなかったでも一回戦やって二回戦やってこの三回戦やったんですけど三回戦からやめました。師匠自信持ってくださいそこは一回戦二回戦やってうんやっぱ三回戦ぐらいがガチやからでもあの準々決勝にコマをうね そうなんですよね師匠、進めて次準々決勝準々決勝ミートボールっぽいはどうするんですかいや、これはねこれ出し…まあ、出しそうが出す前がどっちみち後悔しそうな気がするんですよ <laughs> いや、それならどうすんだやった方がいいんちゃいますか、うん、どうすんやろうかなもう、投げようかなと思ってますね <laughs> 投げようはい。それでもね、前野さんじゃするんですか、うん、その、俺やるからみたいなんうん、あの、あえて何も言わずこのね急になるほど じゃあ1回戦、2回戦は急にやったんですね、急にやりました3回戦は急にやらなかったんですね、す急,に急にやらなかった感じですけ、ね、ど、ね、<laughs> 多少ね、向こうをね、揺さぶられてると思うね、やるかやらないか、コンビで連携はね、取れてた方がいいかとは思いますけど、やっぱサプライズよ、サプライズ、なるほどね要は、相方さんすらも、楽しませたほな、じゃあ、準々決勝、楽しみにしときますね。 そうですねはいお願いしますやらんっぽいからやらんぽいなその人ビビビビビビりやからなさ何何よ何よいやあのいや師匠あのね今日あのギャグをちょっとあの川にしようなのか水たようなのか和牛ふたりようなのかなんかちょっと一個作っていただきたいんですというふうにお願いしてたと思うんですけど作ってもらいましたまあ作ったよもちろんあどんなやつをもちろんじゃこれあのまあ水たにねちょっとやっぱ あのげたいなと思ってたあ、りがとうございますみそコップな方がいいからね師匠ありがとうございますあのほぼほぼ完成してるんやけど最後の一部分だけ完璧に僕が作るとやっぱ水田のね、血が入ってないからあ、なるほど、初めてのパターンそう、そんくらいう柔軟やからちょっと動してくれてるんすねそう、水田の好きなものはい教えてくれたらそれで作るからなるほど、はい物から食べ物でも何でもよいい今、うん、今、五文字ぐらい ミートソース。ミートソースはい。ミートソースね。はい。なんかちょっとかぶってるやんか。ミートソース。はい。ミートソースやとダメなんすかミートソースでもいいよ。ミートソースのやつあげようかはい。ミートソース。ミートソース。オッケー。もう今言ったらいいのはい。じゃあ師匠、ちょっと、はい。水田くん用の、今の水田くんの好きなミートソースも取り入れたギャグ。すいません。じゃあ、まずはやっていただいてよろしいでしょうか。はい。お願いします。うん。ミートソースっぽい。はい。 ポートソースに似てるね。<laughs> <や>ミートソースやから。当初の予定もそ,それやったんですか。<laughs> 何が。当初その当初からの予定今ミートソースというフレーズが出たから急遽そっちに変えたとかでもなくて。何が来ても今のリズムでやるってやったんですか。うん。<laughs> <laughs> え例えばじゃあ僕が、えー、キングカズって言ってたらどうするんですか。僕サッカー好きです。はい、サッカー好きなんですよ。キングカズって言ってたらどうしてたんですか。 キングカズ。はい。うん。キングカズっぽい。ポングカズキー。<laughs> ポーはどっから来た <laughs> ポーとポールのポーから来てる。<laughs> ぽいのポーなんからああ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 あってるああ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 いなこれ難しいあ今奇跡的にああ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 ーああ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  ミーートソースっぽいだからポートソースにいいな、<laughs> ポートソース、なんかこれ、やるうでの動きとかは。あこれだから、ね、ラジオなんであれなんですけど、はい、手をね、胸のもとからね、はい、くるっと2回転させて前にポイっと出す感じね。<laughs> はい、で、そっか、はい、それ逆の動きで自分のほうにも、もう巻い,はい、はい、ていく、あの、なんていうの、あの。 ぽいぽいぽいみたいな、丸かぶりしてるよね、ぽいぽいぽみーん、あやまんジャパンのね、あやまんジャパンみたいな、いね、あの感じの、ぽいも,も入ってるし、パクってるみたいになってきますよ、<laughs> 師匠、大丈夫ですか <laughs> あとから気づいたの、これはね、<laughs> <laughs> ほんなら、ミートソースっぽいやから、ミートソースを投げてるということでいいんですよね、そうですね、ちょっと別のもん投げさせてよ、そう別のもん投げさせてよ <laughs>、川西の好きなやつ投げさせてよ。 僕カニ味噌とか好きですね。カニ味噌とか。カニ味噌行くよ。はい。カニ味噌っぽい。ポニ味噌か。ポニ味噌か。ポニ味噌かえね、カニ味噌の場合は。うんみそカニ味噌っぽいのとこめっちゃおもんないですよ、先生。何ていメロディックでもない。カニ味噌っぽい。喋ってますやん。 あれだけよ。<laughs> これちょっとだか自信なんかリズム乗せてねこれを。<laughs> そ,うそうそう。これこれこの二ついただけるんですね。うん。僕の方もげるじゃあげるカニ味噌投げたらいいんですね。そうそうカニ味噌っぽい。カニ味噌っぽい。はいポニー味噌か。キングカズンシィや。<あ> <laughs> <laughs> キングカズンシィや。<laughs> キングカズニや <laughs> ンカズのやつね。<laughs> うん。 わ <laughs> かりましたじゃあやらせていただきますそうかはい、うん、あの本当今電話さしながら、はい、その思ってる感じでなかったと思ってると思うけど、はい、こ,こっちも思ってるから <laughs> 同じこと逆切れみたいなことスタッシをいやあの全然あの何いやいやあの教えていただいたやつをそのまま僕たちまっすぐにやるというコーナーなんで、うん、こ,こっちの出すやつが思ってた感じと違うってことです全部が師匠の ちょっと何言ってるかわかんないけど。<laughs> 電波悪いとこにいるんですか <電波 S 1> 今どこにいるんですか師匠。今ちょっとだいぶ本当に、なんかもう全部覆われてるから、うん。少からちょっとね。ちょっと調子悪いわ。調子悪いわ。調子悪いわ。<laughs> い,わいやいや、あの、全然あの、こっち、こっちの落ち度なんで、こっちがちゃんと一生懸命それをやらせていただくというコーナーなんで。<当> <laughs> そかそか一回やるんで見てていただいていいですか、はい、ダメなとこあったらまた言ってくださいね <Okay. S 1>、はいじゃあちょっとあの全力でやらせていただきますのでじゃあえ師、ー、匠よろしくお願いします,ますミートソースぽいポートソースミーキングカズぽいポングカズミーキーやキーキー<え>ポンズカズポングカポンズカ <laughs> 師匠もまち間違ってますやん。えポングカズキイキイや。あキングカズのキイがそうか。カシラ文字よ最後。なんや。なんや。すいませんまた。なんやね。また機会がありがとうございました何回なんかこれもうわかるよ手ごえ。師匠じゃあの師匠が好きな食べ物で最後それあの別のものでちょっとお願いしてお別れしてもらっていいですか。オッケーわかりました。お願いします。チーズバーガーっぽい。 ポイズバーガー G <laughs> ありがとうございましたクロスパ直撃は田部師匠でしたどうもありがとうございましたというわけで以上教えてギャグ師匠でした

さエンディングでございますあのさっきジングルで流れたじゃないですか、はい、あなたと私との信じ合い、はい、僕最初だ誰かわからんかったあなた自身ですよあんな声でギャグするしたことがないから誰、うん、よこれと思って <laughs> すっごい恥ずかしいですねいやでもあの <laughs> 僕はすごい面白い僕今まででもしかしたら一番好きかもしれないっていうぐらいの確かにまあ師匠がめっちゃ笑ってくれてましたから、ね、森日織師匠ですねさっきのギャグはだ、えー、からこういうふうにやっぱりたまってきてるんですよ僕たちのギャグのストックが確かにねうん 今日もミートソースっぽいミ <laughs> ートソースにもう弟子入りしたんかなっていうぐらい似てますけどね <laughs> いやーまさかあんなにも手抜きで来られると思わなかった、ね、<laughs> いやただで、ね、今までの歴代の師匠の中であの「ちょっとお願いしていいですか?」ってこう連絡送ったらまあ、はい、仕事とかでこう断ってくる場合もあるんですけど、はいはい、今日の,あの渡辺師匠はあの送って10秒後ぐらいに「OK!」できてましたけどね <laughs> 歴代で最速のオッケーいただいたというフットワークの軽さを見せていただきまして。ああ、ね、ありがたいね。ありがとうございました、はい、師匠。ということでですね、えー、先週ですね、えー、ステッカーの当選者発表がちょっと漏れていたんですけれども、先週のステッカー当選者の方と、えー、そして、今週の分とで、えー、ちょっと発表したいんですけれども、まずは先週ですね、先週のステッカー当選者発表します、はい、えー、あャちゃんさん、ワゾ、はい、さん、はい ボブスンさんち、はい、ーまるさんおたべっこさん若、はい、ちゃんさん薬師如来さんでーす,いますおめでとうございます。そしてそしてなんと今週はですね、はい、読まれた方全員にステッカーをプレゼント差し上げまーすなんでですか急にありがとうございますえ <laughs> いいやんかいですね全然いいことですよね<え>でもなんで急にいいと思って確かにね急に大盤振る舞いになりました、えーえー、今週はステッカーの出来が多かったのかな,なるほど、ね、分かりませんけれどもさあということでですね、えー、もう一度ちょっと念を押してこちらの方を先言わせていただきたいと思います、はいえー、来週の放送がですね、はい、生放送ではなく、はい、録音放送となりますですので、えー、メールやそのお便りの,その締め切りがですね11月の2日月曜日、うん 朝の10時ままでとなっておりますめちゃくちゃ面白いですよこのお便りって自信ある人は11時まで OK ですまで OK とさせていただきます、はい、ただし厳しい目で見させていただきます,んですということですよねはがきとかメールの宛先、えー、いつも通りと同じでございます、はい、まずメール、えーはい ファックスは075-431-2300お便りは、えー、郵便番号 602-8588KBS 京都ラジオ和牛の面白牧場までというふうになっておりますよろしくお願いします、はい、さあ、えー、もう少しだけお時間ありますのでお便りを紹介させていただきたいと思います、はい、こちらラジオネーム若ちゃんさんカリさんミサさんこんばんは、まあ、私も漫才大賞見てましたよすっごく面白かったですが水田さんの顔大丈夫かなと思っていたら、えー、やっぱり すごい顔してましたかにさんは対照的に最後も笑顔で拍手していて面白かったですちなみに山名さんもなかなかな顔してましたよとまあどうしてもねやっぱボケの方はそこはやっぱね出ちゃうんすよやっぱり、うん、山名君もねあの決勝の決勝まで残ってましたねアキナさんねで負けまして、はい、その時すごい顔になってたんでしょうねうんでもこれなんとなく分かるよねそのボケの人どうしてもやっぱその、うん、自分のボケももっちゃ可愛いいからさ、うん なんでこの子この子じゃダメですかっていう気持ちを <laughs> この子に賞を取らせてあげたいよっていうのがある、ね、親ばかなその気持ちもちょっとあったりとかね出ちゃってたというね出ちゃってたということで、ねえー、ありがとうございますじゃ、はい、続いてこの方、えー、ラジオネーム異次元の豚バラさんなんですかそれは <laughs> 何ですかってラジオネーム <laughs>、はい、川西さんん川西さんミスターさん、はあ、こんばんは変換ミスかな ミスターさんになってましたえミスターさんのことだと思います、はいえー、初めて聞いてますそして初めてお便りしますえー、僕はバギさんの漫才が好きで特にテントウムシのサンバのネタとティッシュマイベイビーのネタが大好きです、はい、今までに録画したやつを1000回くらいは見てるんじゃないかとそれくらい好きです,すおすすめの漫画教えてください <laughs> えーちはやふるちはやふる、はい、あのカルタブのやつねはい全巻持ってます少女漫画のはいめちゃくちゃ面白いですあ,あとブルージャイアントごめん ブルージャイアントとジャズの漫画ブルージャイアントとジャカヤフルが漫画をよく読む水田君、はい、電子書籍で買いまくってる水田君のおすすめだそうです,うですということで、はいえー、来週は録音放送になりますけれども皆さんまた、えー、メールなど送っていただけたらと提言、はい、マナーですねということで、えー、本日は以上となります最後までお付き合いありがとうございました、えー、和牛の川西と水田でしたまた来週さよならさよなら